RIM-24 ターターホワイトサンズミサイル実験場博物館に展示されているターター RIM-24 ターターはジェネラルダイナミクスが開発したアメリカ合衆国の中距離艦対空ミサイルでありアメリカ海軍艦艇に装備された最も初期の艦対空ミサイルの一つであるアメリカ以外の海軍では一部の NATO 艦艇でデータの共通化が行われたほか、 日本のアマツ風に搭載されており、1960年代から1980年代後半にかけて活躍し、その後イージス艦導入が実現するまで、日本の国防体制を支えていた。ターターは、RIM-2 テリアと RIM-8 タロスと並び、アメリカ海軍が1960年代から1970年代にかけて運用した3つの主要なサム、いわゆる、 サンティーファミリーの3番目である。ターダーを含むサンィーミサイルはいずれも1944年に開始されたバンブルビー計画に由来する。この計画はもともとラムジェット推進のミサイルを開発するためのものであり、その成果は RIM-8 タロスとして結実した。しかしその一方、この計画において実験的に設計された固体燃料ロケットの 試験飛行体は優れた性能を示し、これが最終的に RIM-2 テリアとなった。これらはいずれも初期のミサイルの標準的な誘導方式であったビームライディング誘導を採用しており、特に低空、高速の目標との交戦性能に限界があった。ターターは基本的に先行して開発されたテリアからブースターを除いたものである。その開発は 1950年代初頭に開始されたテリアの改良計画から派生した。この計画は低空目標に対する迎撃性能の向上を目的として誘導方式をセミアクティブレーダーホーミングに変更し、争奪翼を交尾に移動するものであった。その一方、この当時の対空ミサイルシステムがいずれも巡洋艦、または フリゲートクラスの大型艦にしか許容できないほど大掛かりなものであったため、より小型の艦艇のための、より軽量、かつ近距離での航戦が可能な対空ミサイルシステムが求められていた。1950年代半ば、ジェネラルダイナミクスとジョンズ・ホープキンス大学附属、応用物理研究所は、AIM-7 スパローソラ対空ミサイルの技術を応用して、 小型のセミアクティブレーダーホーミング装置を開発し、これをテリアミサイルの弾体に搭載して試験を行った。この試験は成功し、その成果をもとに XHW-1 誘導システムが開発された。これを新型のデュアルスラストロケットモーターと組み合わせたものがターター制御試験飛行体と呼ばれるものである。これに続くターター誘導試験飛行体によって、 カーター計画の有効性は立証され、ジェネラルダイナミックスは1959年より初期生産型となる RIM-24A ターターの生産を開始した。厳格な試験の後、このミサイルは 3T 兄弟の末定として1962年に実戦配備を宣言された。高度10万フィートの目標を距離16回りで撃墜可能であり、 単発命中率は当初0.5であったが2発装填のマーク11発射機の導入とイルミネータの2機搭載による即応性向上で0.85まで改善された。興味深いことにターターはサム NX という当時採用されていた方式での正式番号を与えられずに終わった。収益の翌1963年に新しい命名規則が導入されて RIM-24 と解明されるまで、このミサイルは、単に、ミサイルマーク15と呼ばれていた。なお、ターターは、艦隊空ミサイルとして開発されたが、対水上攻撃能力も有しており、1962年には13から1 8トルの射程で、実艦標的に命中させている。当時の西側諸国には専用の対艦ミサイルがなく、 ターターは有効な対水上打撃力であった。ターターは、その開発経緯から容易に想像できるように、テリアと密接な関係を持っている。厳密に同じ設計とは言えないものの、その外形と内部構造の大部分は最終的に共通化された。一貫して、誘導方式は、セミアクティブレーダーホーミングであり、また、推進方式は、固体燃料ロケットである。 ターターは継続的な改良を受けており、これによって以下のように3つのバージョンが生じた。リムパック86でターターを発射するオーストラリア海軍のアデレード級ミサイルフリゲートダーウィン RIM-24A はミサイルマーク15に与えられた正式名である。RIM-24A はエアロジェット MK1 デュアルスラスト固体燃料。 ロケットモーターによって推進され、距離1.8から 14km、高度15から 15000m で飛行している、目標を攻撃することができた。アメリカ海軍のペディー級、ミサイルフリーゲートから発射されるターター RIM-24B は、1961年から1963年まで製造された RI、RIM-24A の改善型で、シーカー。 弾頭及びロケットモーターまでが変更されており、改良型ターターと呼ばれる。シーカーは、それまでの機械式の操作から、電子式の操作に変更され、弾頭はより破壊力の大きいものとなった。また、ロケットモーターの改善により、最大射程が 30km、最大高度が2万 m にそれぞれ延伸された。r i m c は、ターターの最終型であり、 ターター信頼性改善プログラム、あるいは旧型ターター改善改造によって改造を施された既存のターターミサイルである。ソリッドステートによる電子回路が搭載されて、弾体の重量がやや軽くなったため、最大射程が 2km 伸び、32km になった。また、電子回路の改善によって、イクセム能力が改善されるとともに、 複数目標対応能力も追加された。ターターとテリアを完全に統合するミサイルシステムとして開発されたのがスタンダードミサイルシステムである。ターターの代替となったのはその駐車定番である RIM-66A スタンダードミサイルであるが、これは RIM-24C と事実上同一のもので同じロケットモーターと弾頭。 シーカーヘッドを備えている。しかし、玉体がテリアと共通化されたほか、内部の回路や、その配置に改良が加えられ、信頼性も向上した。ターターは徐々に、スタンダード SM-1MR によって、置き換えられ、退役した。出展、デシグネーション、システムズ、ネットターター誘導ミサイル射撃統制装置の制御、コンソールターターは、 元々駆逐艦用に開発されたが、性能的に優れていたことから大型駆逐艦にも搭載され、また小型の護衛艦にも搭載された。ターターの誘導には通常、マーク7 4射撃管制システムが用いられ、ミサイル本体と発射機、レーダーなどを含めて一つのシステムを構成した。これはターターシステムと総称されることもあった。 ミサイルの発射機としては、最初にターターを搭載した艦である、チャールズ海アダムズ級ミサイル駆逐艦の前期型13隻では、連装のマーク11発射機が使用されていた。しかし、後期立て造艦10隻では、単装のマーク13に変更され、これが標準となった。ターターは、最終的に、RIM-66、スタンダードミサイルによって代替された。しかし、 その後もターターシステムの搭載は継続され、それらの艦はもはや RIM-24、ターターを使用していないにもかかわらず、ターターシップと呼ばれ続けている。また、SM-1MR を搭載するように、設計されたオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートにおいても、ターターミサイルが使用されたことがあるようである。ありがとうございます。